はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。スターオーシャンセカンドストーリーのリメイク版の体験版ですね。続きをやっていきましょう。こっちベランダじゃねえか、そういえば。村長さんの家に泊まったところからになります。まあ、光の勇者と間違えられたところですね。おはようございます。おや、ようやく起きられましたか。ようやくとか言われちゃってるよ。それはよかった。ところでクロードさん、この村で良い話が聞けなければアーリアの北にあるサルバの町へ行ってみるのもよろしかろう。あそこは鉱山の町じゃ。大陸中からいろいろな人が集まっておる。何か役に立つ話も聞けるかもしれませんぞ。わかりました。いろいろとありがとうございます。何、礼には及びません。あ、そうそう、どうぞこの剣をお持ちください。光の剣は何かと目立ちますからな。それと疲れた時には2階のベッドで自由に休まれるといい。ロングソード、何から何までありがとうございます。はい、本当にありがとうございます。気をつけていきなされ。ロングソードアタック21プラス30、51になるってこと？ 51 になってる。まあ、素手よりはそりゃさロングソード持ってた方がいいよね。で、まあ、外に出ろと。このまま外出ちゃっていいかな。ねえお兄ちゃん。なんだい？村の外に出たらね、なるべく道の近くを歩いた方がいいよ。森は危険なんだって。そうだな、ありがとう。とはいえちょっと戦闘はしてレベルをアップさせたいからね。で、カメラの回転は行えるんだ。ワールドマップ。あ、エンカウントってシンボルエンカウントなの？緑だと弱い、紫は普通、強い敵は赤。これは何を基準にあれなんだろう。今のレベル差とかかな。背後からエンカウントされた側が気絶状態からバトルが開始するバックアタック。どういうあれなんだろう。ミニマップ小さくしたりできるとか言ってなかったっけ？おお、でもなんかマップめちゃくちゃ綺麗だな。あ、ちょっと上下反転させておきたい。ターゲットに L2 押し込みターゲットロック。入力中は時間が停止します。オプションの切り替え、リスト基準、現在地基準、よくわかんない。ジャストカウンター、エネミーの攻撃に合わせてタイミングよくバツをジャストカウンター。赤く光ったら反撃。ジャストカウンターはマジックパワー最大 25% 回復。めちゃくちゃ回復するじゃん。あ、最大か。でも自身のヒットポイントが低いほど成功時のマジックパワー回復量が増えます。エネミーのシールド値を1つ破壊します。失敗すると自身がブレイク、一定時間行動不能、ボーナスゲージリセット、大ダメージにつながるため注意しましょう。マジ結構難しそうなんだけど。ロングショート、あーなんか縦マークあるね。光ったね。でもなんかさ、もう攻撃連打してるからさ、ジャストガードする暇がないんだけど。経験値24もくれんだ。どんどんレベル上がってくな。あ、まだ上がってない。微妙に足んなかった。宝箱あるじゃん。こういうとこ行けんの？登れんのこれ？なんか登り方がわからん。お、普通の敵がいるね。これ後ろってどっち？敵だ。バックアタック。いけ。いいね。3回攻撃できるのよくない？僕らの勝ちだな。僕らとか言ってるけど1人しかいない。ネックレス落とした。あ、レベルアップした。めちゃくちゃ上がるな、SP とか。まだ何も必殺技覚えてない。最初なんか衝撃波みたいなのを覚えた気がするんだけど、これ乗り物乗らないとあれ手に入んないのかな。敵だ。容赦をしない。1体だけトータルダメージ183ってなんか結構数値すごいな。ネックレスいっぱい持ってんな。完全に泥棒だからな。あんなモンスターが持ってたさネックレスなんてなんかつけたくないんだけど、まあ一応なんもないからアクセサリー1か。何が上がるこれは。何、素早さ。どうやって見るんだ。説明切り替えの説明が見たいアタックがその何を意味してんのか。いやそりゃ攻撃力だってわかるけどさ。じゃあ一応ダブルネックレス制度でいこうチャラ男チャラ男クロード、こいつジャラジャラしてんな。光の勇者様はチャラいんだよ。気をつけろ。あれバックアタック成功してる。敵が変わってる。そして弱い。これなら満点だな。まあ最初だへっぽこな飾りになってる今度てかアイテムのドロップ率も高くないか。あっちなんか燃えてんだけど何あれ。ちょっと待ってね、システムでオプションでどれだ、システム設定カメラ上下判定、これはオンにしておこう。イクイップウィザードって何これ。あ自動装備か、なるほどね。あれちょっと変わってないわ。で保存で、あオッケーオッケーオッケー、これがいい。いや全然なんとかなるでしょ。お任せって勝手に戦うの。ちょっとダブルで攻撃したし。一応体験版はねマックスレベルが12までみたいですね。技とか覚えてないよね、必殺技。フェイズガンは使えんの。フェイズガン両方フェイズガンになってる。あ空破山覚えてんじゃんいつの間にか。使おう L1 空破山 R1 フェイズガン。フェイズガンってそんな使えたっけ。なんかいる。敵だ。行くぜ空破山。まあ強いけど80点ってとこだな。むちゃくちゃ強えってわけじゃない。宝箱回収しよう。こういうワールドマップにもタリスマン絶対こっちの方がいい。まあ結局でもジャラジャラだけどね。へっぽこな感じとかなくマンドレイクみてえだなこれ。ディフェンスに STM って何、体力か。その場でもうなんか敵が出てくる感じだね。あこれでわかんない。当たったっけ。あちょっと待って待って。なに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 。あ4.4回復したってことか。オッケーオッケーオッケー。じゃガンガン技は使ってっていいな。で技も熟練度みたいなのがあって変わってなければで威力とかが上がるはずなんで、ちょっと技をメインに、まあ、使っていきますか。ワールドマップでかいなこれ。地図がもうちょっとちっちゃい地図にしてもいいと思うけど。カルナス宇宙船のことっすね。こいつが所属していた。どうだフェイズガン無駄に使ってんな。普通に盗賊とかいるんだね。買い物は勝手に発動する感じか。遠距離から空破山。近寄らせない。いや空破山結構使うな SP。 あ戦闘終了後にも回復してるか。あれ BP ってなんだ。どれを何に使うのかがよくわかんないけど、とりあえずサルバの村町どっちに入ろう。ばあちゃん。見かけない顔だね。わーいわーい。楽しそうで何よりです。セーブしよう。じゃあ、サルバの町の人たちの話を聞いていきますか。機械。わかりません。母親。天気がいいから外で遊びなさい。今日はいいよ。ゲームとか何にもないさ、この世界で家の中でどうやって遊ぶんだろう。いや、まあ別にゲームだけが全てじゃないけどね。ジャム売ってますと。今のお金に関してはちょっとそんなに余裕があるわけじゃない。あ、買ってってくれないんですかって今言われたな。こんなそばかす娘のユキって感じではないけどね、なんか見た目。まあしょうがない、ちょっと買ってあげよう。この子の喜ぶ姿が見たい。ありがとうございましただけ。またお待ちしてますねとかちょっと言ってほしかったな。この子はいろんな話が聞きたいな。酒場に行くのがいい。ペンギン亭。ここは宿屋か。まあ、10円って言ってるけど、まあ、円じゃないけど、どのくらいなんだろう。だから、1ホル、何円なのかだよね。ラクール大陸の南端にある親子、へんてこな装置を作っている。ラクール大陸に行くことがあれば寄ってみなさいと。まあ、この世界のこと全然わかんなかいね。どこがどこ大陸とか言われても。地図、なんかミニマップはさ、表示されてるけどさ、クロード自体地図持ってんのっていう。あと、機械文明は発達してないから、地図どうやって作るのって話だよね。伊能忠敬みたいに、徒歩で作るのかな。肖像画 B って何？これ何が見れんの？アイテム上限は1個につき20。1種類につき20か。肖像画 B。ああ、悲しき運命を背負った少女。はるか悠久の時の流れは一体彼女に何を求めるのか。干渉する。使用し、ちょっと待って待って、どういうこと？使用しますかって言って、なくなんないよね。あ、レナが見れる。回転できないのこれ。縮小拡大移動しかできない。回転できないのかなこれ。回転したいな。無理ですね。残念。待って待って待って、アイテムがありませんだってああ、なくなってるなくなった。マジか。本当に ?2 週間ぐらい前、不思議な石を発見した。5万フォルぐらいの価値がある。一度でいいから見てみたい。アレが着服したっていう噂。お、武器屋じゃん。あ、在庫が減ってきている。良質な宝石がある。あ、まあ、別にないわけじゃないってことね。ルビーピアスとかたっけルビーで6000フォルか。まあ、どれくらいの良質なルビーなのかわかんないけど。武器も売ってます。ロングソード装備してます。これは相当剣だね。ナックル。レザーヘルム。レザーアーマー、サンダル、レザーグリーブ。まあ、レザー系ちょっと揃えとこう。なんかダンジョン行ったら怒ってそうな気もするんだけどな。レザー系になりました。シールドがないのか。まあ、攻撃が最大の防御だ。女の子。世界中でおかしなことが起きている。サルバでも怖いことが起きるのかな。クロスの町から来た。ここは田舎。アーリアはもっと田舎。知ってる？アーレンたら以前はアーリアのレナちゃんのところに毎日に通っていた。部屋に引きこもって石を磨いている。ここいらじゃ珍しい格好してんな。町長の家、アーリアから大工が来ている。改築らしい。外見は何も変わってない。どこを改築しているのか。内装工事だろう。そうなると。サルバコード、地震による落盤事故のため閉鎖されている。ベラン名。柄の悪いのが町長の家に集まった。息子が雇った。才能に憎む若者。君才能あるか。ステータス画面で一応確認してみた方がいい。味音痴に料理はつらい。才能ってどうやって見んの？ステータス？どれだ？タレント、オリジナリティ、デザインセンス、リズム感、文才なんて持ってんだ。なんか器用そうな気はするけど、器用な指先は持ってないんだ。むしろなんで文才なんて持ってんだって感じだけどね。浮かない顔している。お酒は悩みを忘れさせてくれる。落盤のせいで八甲山が閉鎖になってるって言ってるけど、実は違う。俺酒飲まないからね。普段は晩酌とかしないっすね。林家から働きに来ている。家とかに酒置いてないんで、なんか飲み会みたいな時じゃないとお酒は飲まないですね。で、別にお酒苦手なわけでもないんですけど、美味しいとあんまり思わないですね。酒強いですねってめっちゃ言われるんで。カルーアミルクとかね、マジでめっちゃ飲む。まあ何回か動画で言ってるかもしれないけど。旦那様旅行中。誰とも会いません。お、コックがいるじゃないか。コックを雇っているのか。アーレン様の様子がおかしい。書斎に引きこもっている。食事も全然しない。あれ、こっち行けない。あ、宝箱あんじゃん。目玉焼き。宝箱の中に目玉焼きって絶対腐ってんだろ。これ、宝箱の位置は、ちょっとミニマップじゃわかんないね。だと、こういう箱とかにはさすがにないよな。もうアイテム、宝箱以外になると、探せません。一応でもこれ、あ、ここにもあんじゃん。よしよしって完全にパクる気満々だな。一応部屋に入んなくても部屋の中が見れるシステムだから、まあそれは一応確認できるね。アレン様がこの間手に入れた石とっても綺麗。私もあんな石が欲しい。ここは使用人の部屋かな。じゃああれって結局アレン様ってどこにいるんだ。この奥、いや入れないから謎だな。まあ一回外に出よう。外にイベントマークがついてたし。ダメだ、ここは本当に未開惑星みたいだ。どこにも手がかりがない。通信機も相変わらず無反応だし。仕方ない。一旦アーリアに帰って考えよう。というわけで帰りますか。通信機の充電とかめちゃくちゃ気になるけどね。あんまり使いすぎるといざとなった時に使えなくなっちゃうし、この世界で充電ができるとは思えないからな。ファストトラベル。上を押してください。おー、すげえじゃん。アーリア。入り口。ファストトラベルできたのすごいな。めっちゃ便利。どうしたんですか？皆さん集まって。あ、クロードさん、レナが。レナって。レナに何かあったんですか？クロードさん、隣町の町長の息子のことは知っていますか？はい、まあ少しは。それならば話は早い。実はレナがアレンに無理やり連れて行かれてしまったのです。連れて行かれた？どこに？おそらく自分の屋敷でしょう。奴はレナのことを好いておった。それにしてもこんな強引なことをする男では。何をじっとしているんです。早く助けに行かなきゃ。話はそう簡単にいかないのです。アレンは隣町の有力者である町長の息子ですし、仕返しをされる可能性もあります。まあ町長はそのようなことをなさる人ではありませんが、可能性としてはゼロではありませんから。それにアレンは大勢の屈強な手下を連れてやってきました。おそらくそこらのゴロつきを金で雇ったのでしょう。皆かなりの手だれのようでした。そのような人間に我々が正面から歯向かっても勝ち目はありません。だからってですから我々も途方に暮れていたのです。どうしたらよいものか。レナ、僕が助けに行きます。僕はこの村の人間ではありません。僕が乗り込んだとしても村に迷惑はかからないでしょう。なーに、ちょっと言ってレナを助けてきますよ。クロードさん、しかし一人では。大丈夫です。僕には光の剣がありますから。心配しないで待っていてください。クロードさん、レナをお願いします。分かっています。必ずレナを連れ戻してきますよ。てかむしろさ、何にも装備してなかったの。そのフェイズガンあるけど、あれもでも惑星でもらったやつじゃん。まあ、銃の1つや2つくらい持ってても良さそうだけどね。少尉なんでしょ。手ぶらっていうのもちょっとお粗末すぎないか。これファストトラベルで行った方がいい。あ、いけるわ。今更だけど。サルバの町へ到着した。みんなレナのこと言ってんのかな。知ってるか。アーリア村の女の子をさらってきたらしいぜ。すこぶる評判が悪い。プロポーズする気ちょっと強引だよね。金だ。金があれば。くそ、鍵がかけられている。こうなったら。よし。ここはどういう開き方したんだ。しまった。フェイズガンのエネルギー残量がしばらくは使わないか。でもやるしかないんだ。今のは何。まさか光の剣なのか。フェイズガンが使用不可になった。しばらくは使えないって言ってるけど、一生使えないからね。あれ、レナをどこへ連れてった。なんだった、兵士かと思った。わかりません。この屋敷から出ていないのは確か。びっくりマークがある。あれはこれ何、全然わかんないんだけど、何が起こってる。あ、髪飾りね。つけていた髪飾りだ。なんでこんなところに。レナの髪飾りゲットした。ここでレナの髪飾りが落ちているということは、もしかしたら。あ、自分で行くのね。今何をした。やっぱり。てかあの戸棚動きすぎじゃない。そんなに動かなくてよくないここまででよくないか。よし、入っていこう。誰か倒れている。大丈夫ですか。君は奥に。早く、レナちゃんが。僕はレナの友達です。レナは奥にいるんですか。レナちゃんはサルバコードの奥に連れて行かれた。私はアレン君に依頼されて妙な祭壇を作らされていたんだ。おそらくそこに連れて行かれたのだろう。私も助けようとしたんだが、逆にやられてしまった。この奥なんですね。そうだ、気をつけろ。アレン君は、彼は何かがおかしい。わかりました。ここで待っていてください。レナを助けたら迎えに行きます。すまない。まあ、薬草とか持ってないからね。ちょっとセーブポイントあるけど。あ、敵が見えてるか、この紫のやつは。なんとかなるかな。ボーナスゲージ、敵が落とすボーナススピアを一定量集めるとボーナス効果、ボーナス効果最大で3つ。スフィア、敵撃破、クリティカル発生、敵ブレイク発生。ブレイクした後は大量にスフィアを獲得できます。以下の条件でボーナスゲージが破壊されます。ジャストカウンター失敗、戦闘不能、バックアタック。ゲージが破壊されると全てリセットされます。ボーナスゲージってどこにあるの？ご利用するこれ。ブレイク。シールド値を全て削るとブレイク。一定時間行動不能。防御無視、絶対クリティカル、攻撃中、スピア大量発生。なんか溜まってってるね。50分の11になってる。ローズヒップ手に入れた。さて下はなんかまあ行けなくなってるけど、宝箱があるかもしれない。兵士がいるって見えん。気をつけろ。最初は空肌一発打って弱く打つ。ジャストガードしてちょっとマジックパワーを貯めていくのも、まあネックレスいっぱいあるな。てかさ、こんな地下に魔物がいてさ、村は大丈夫なのか。魔物がなんか地下から来たみたいな。敵だ。さあ来い。なんか来ないんだけど無駄だ。消えよ。80点ってとこだな。 SP を2くらいずつは回復していくか。で宝箱、これ普通だよね。ブルーベリー、これ装備アンクレットで、ネックレスよりはアンクレット。あ、ディフェンス上がるけど、まあディフェンスでいいよな。タリスマン、あれタリスマン俺装備してるよね。ネックレスはいらん。全部女の子にくれてやる。拾い物のネックレスってか敵が落としたネックレスだからね。何の価値もなさそうだ。もうちょっとだけ移動速度速いと助かるかな。右側アイテムブラックベリー。ブラックベリーはマジックパワー回復だっけ。これ後ろ取れる。よし行くぜ。さあはずってかワンステップでこうするかな。80点ってとこだな。よしレベルアップ。これレベルアップするとその分なんか伸びる。なんか技とかさ、覚えたんだか覚えてないんだかよくわかんないんだけど、まあ覚えてないか。強化ボーナス、威力増加。意外に広い。おお新しいやつだ。あっ強くね、強くねってか強くはないけどね別に。別に自分でジャンプとかないからな。タイミング合わせて勝手にジャンプしてくれっから。右側から見てみよう。探索できるところはちょっと探索していきたい。空破山を一発打つ。これでどうだ。僕らの勝ちだな。16とかもう全然経験値伸びないな。こっちには何にもない。左上がなんかイベントっぽいから、ちょっと左下はまだ見てないはず。こっち側いやでもくるっと回っていくのか。こんなところで静かに輝く鉱脈。鉱山の町サルバにある金属宝石が採掘できる鉱脈。採掘された宝石や金属は武器やアクセサリーに加工される。宝石は大粒で質が良く、贈り物用に人気が高い。経験値100、ルビー、シルバー、鉱石か。これは鉱石を加工するだけの技術がないからね。今ちょっと一発は空破山のとこ先生に飛び跳ねてるだけで何もしてこないな。なんかもう痛い。積極的にめちゃくちゃ攻撃をしてくる敵に合わない。これなら満点だな。今のところは攻撃の丸ボタンを押してれば勝てる。しかもレベル上がるのも早いな、思ってたより。流星章を取得しました。拳でぶん殴るんだよね、流星章って。何回攻撃かみたいなのは特に書いてないか。まあせっかくだ、使ってみよう。いくぜ、バックアタック。じゃあ、こっちはじゃあ遠くでやるのか近くでやるのかで変わるんだ。遠くでやるとなんか拳の闘気を放つみたいな感じで、近くでやるとぶん殴るはずだったけど、変わってなければね、仕様が。そういうのは覚えてんだよね、意外に。こっちはいけません。なんて書いてある？危険、竜の巣。あ、あったな。あれ、ここであれか。竜がいるのか。そう、竜のイベントがあるんだよね。あんまり、でも最初の方とかこういうイベント全然わかんなくて、もう仲間にしないでそのまま通過していったんだよね。だからね、結構仲間不足だった最初。もうほとんどそういうイベントスルーしたから、気づかず。絶対仲間になる人と、まあ、2位で仲間にできる人がいるんで、あれなんか100分の5中4になったんだけど、その2位で仲間にできる人たちを全然仲間にしてなかったから、分かんなくて。それでね、結構パーティー苦戦した気がするんだよね、1周目は。ああ、これこっちに繋がってるっていうことか。赤色が強い敵って言ってたよね。あ、これプラスがついてるってこと、これ回復できるってこと。一旦ちょっとセーブ画面に行こう。なんか回復したんだかしてないんだかよくわかんないんだけど、でもめっちゃ追いかけられてる。チェインみたいなのはないか、さすがに。なんとかなるかな。ウェアウルフみたいなやつ弱い。これなら満点だな。まあ、最初はサクサク進めるけど、これハードモードにして、で今のところだったらもう全然ハードモードでもいいんじゃないかっていうくらいなんだよね。それでどれだけ変わるかだな。今回の体験版は時間数が決まってるんで、まずこいつをぶっ倒してちょっと近くに行って、でやるっていうから殴る。まあ、複数っていうか複数攻撃って言ってもさ、もう3連撃できるからな。まあまあだね。それを上回る攻撃力を得られないとちょっと使う意味がないよね。動きがだいぶ滑らかになってるから、攻撃速度も全然気にならない。でな、あ、宝箱が上にある。それ以上近づかないでもらおうか。鎖でつなぐとかマジ変態だな、こいつ。自分が何をしてるのか分かっているのか。早くレナを離すんだ。嫌だね。今は神聖な婚儀の最中なんだ。これから僕らは一つになる。邪魔をしないでもらおう。さあ、レナ。いや、クロードさん助けて。やめろ。一方だけが望む婚期などありえない。一方だけ、それは間違いだ。僕らは愛し合っている。愛し合っているんだ。愛して。アレン、愛まずい。クロードさん。え、どこに解除装置があるの？めっちゃブルってる。くそ、危ない。気をつけてね。油断するなよ。操作キャラクター切り替えられます。切り替えタイプちょっとわかんない。文字通りボコス。流星症でボコス。なんか変なやつ来た。攻撃力そこそこ高い。あ、失敗した。今ね、うわっ、ちょ待って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 、ガチでそんなに食らう？ちょ、リザレクトボトルレラ一発。待って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 、突然強くなったんだけど、ボスが強くなったわけじゃなくて、ちゃんとほら許さん。このままお前を殺す。いやー、ちょっとびっくりした。あれだってレナ一発だよ。ワンパンだよ。レベル1だったんだろうな。めっちゃレベル上がってるから3 アンチどうと、あれもともと回復の魔法って初期で覚えてんだっけ？レナ大丈夫かい？いや、ダメだったよ。お互いダメだったよ。レナ、彼は一体？わかりません。アーリアに来た時から何かに取りつかれているみたいでした。しかし、人間があんな姿になるなんてどういうことなんだ。アレン、優しい人だったんです。レナ、一体どうして？あれ、まだ息がある。とどめを刺せ。回復させやがった。ここはレナ、どうして君が？アレン、元に戻ったのね。何のことだい？なんだか頭が痛いんだ。ぼーっとする。それになんだか長い夢を見ていたみたいだ。どうやらあの石が全ての元凶だったみたいだね。石がなくなったせいで元に戻ったんだ。でもよかった。とりあえず屋敷に戻ろう。話はそれからだ。いや、上の宝箱回収しろよ。まあまた来るっちゃまた来るからね。そんなことを。そうよ、大変だったんだから。覚えていないで済まされんぞ。ダメだ、全然思い出せないよ。僕があんな祭壇をボスマンさんに作らせていたんですよね。そうなんだ。2週間ぐらい前かな、依頼を受けたのは。今考えてみると、その時からもうアレン君は変だった。なんだか上の空というか。おそらくあの石のせいでしょう。あの石から発せられる何らかの力によっておかしくなったな。確かにそうなのかもしれない。あの石を初めて見た時、なんだか妙に気分が高ぶる気がした。自分のすることに間違いがあるはずがない。そんな感じで心が満たされて、その後のことはよく覚えてないけど、その瞬間だけははっきりと覚えてる。アレン、レナ、すまなかった。いくら意識がなかったとはいえ、君にはひどいことをしてしまった。死んで償え。ううん、いいの。これ2倍速にしてるから。元のアレンに戻ったんだし、あんまり気にしないで。首振り速度がめちゃくちゃ速いんだけど。ありがとう。レナ、そろそろアーリアに帰ろう。お母さんも心配しているよ。はい。僕はサルバのみんなに説明をしなきゃな。分かってもらえるかは分からないけど。レナ、改めてお礼を申し上げなければなりませんな。一度ならず二度までもレナを助けていただいて。いや、お礼を言われるほどのことではありませんよ。結局今回の事件は何だったのでしょうな。本当にサルバ坑道の奥で発見された石のせいなのか。そうとしか考えられません。石が壊れてなくなった途端、アレン君が元に戻ったんですから。おかしくなって魔物になる。まるでソーサリーグローブみたいな石ですね。確かにそうじゃな。もしかしたら何らかの関係があるやもしれん。ソーサリーグローブか。え、ちょっとそんな気がしただけです。あまり気にしないでください。しかしあの後サルバでは大騒ぎだったようです。アレンのこともそうですが、勇者のことも。すみません、注意されていたのに。いや、責めているのではありません。あなたはレナを助けるために一生懸命だったのでしょう。ただ隠すにはあまりにも広まってしまった。そうですか。しかももう使えないからね。クロードさん、ソーサリーグローブを調べに行ってはいただけませんか。非常に身勝手な願いであることは分かっています。ただやはりあなたしかいないと思うのです。アレンのこととも無関係ではない気がします。アレンを救えたあなたならば。クロードさん、ソーサリーグローブか。今分かっているもので、宇宙に関係あるものはソーサリーグローブしかない。他には全くと言っていいほど手がかりがないんだ。今までの話からソーサリーグローブがただの隕石とは考えにくい。調べてみる価値はあるかもしれないな。わかりました。やってみましょう。それでは。前にも言いましたが、僕は勇者ではありません。世界を救えるなんて大それたことは考えていませんよ。ただソーサリーグローブを調べることで僕に有益な情報が手に入るかもしれない。自分の利益とみんなの利益が一致するならやってみてもいいかな、そう思っただけです。ありがとうございます、クロードさん。我々もできる限りお手伝いいたします。はい、どこまでできるかは分かりませんが。クロードさん、私を連れて行ってくれませんか。レナ、今村長様が言いましたよね。私もお手伝いしたいんです。でもレナ、危険だよ。それは分かっているつもりです。でも私も全く役に立たないことはないと思うんです。クロードさんはこの大陸のことよく知りませんよね。案内役は必要だと思います。私の力、役に立ちませんか？でもさっきワンパンされてたからな、アレン君に。そんなことはないけど、でも村長様も何か言ってやってください。いや、クロードさん、レナの望み通り連れて行ってやってはもらえませんか？村長様、レナはきっとあなたの旅の役に立つでしょう。どうかお願いします。わかりました。でもお母さんの了解を得てからだよレナ。そうじゃなければ連れて行かないからね。はい、分かっています。ではまずクロスに行くとよろしいでしょう。あそこは大きい町です。何か手がかりも見つかるでしょう。最近は随分冷え込むようになったわい。レナ、気をつけて帰るんじゃぞ。大丈夫ですよ。私の家はすぐそこなんだから。迷惑でしたか、一緒に行くって言って。いや、そんなことはないよ。私。え？なんじゃ、まだ帰っておらんかったのかレナ。おやすみなさい。どうしたんじゃあいつは。さあ、風邪をひくといけません。部屋に戻るとしましょう。はい。レナが離脱しました。親密度が変化しました。眠る前に少し話をしませんか。はい。実はあの子が自分から行くと言った時、正直な話、私はああやはりと思ったのです。どうしてです。レナがアレンの傷を治したのでしょう。ええ、あの治癒能力ですが、あれは我々にはない力なのです。どういうことですか？正直に言いましょう。レナはウェスタの本当の子供ではないのです。レナは2歳ぐらいの頃、慎吾の森でウェスタに拾われたのです。こいつはなんで森に行ったんだ。ウェスタがあの子を連れてきた時には私も随分驚きました。子供に恵まれない夫婦だったせいかもしれません。ウェスタがあの子を自分の家で育てると言った時、誰も止める者はおりませんでした。あれ、夫はどうしたの？レナは知っているんですか？いいえ、教えてはいません。知らせるにはまだ早いと思いましてな。当時あの子はすでに言葉を話せましたから、レナという名前だけは分かったのですが、一体どこから来たのか、なぜ回復の力を持っているのか、そのようなことは何も分からずじまいでした。手がかりは何もないんですか？つけていたペンダントが唯一の品ではあるのですが、それも決定的な手がかりでは他には何も。そうなんですか。もうこんな時間ですか。長々と付き合わせてしまい申し訳ありませんでした。2階に床を用意してありますので、レナのことよろしくお願いします。わかりました。レナ、なんだろう、ガラスに何か当たったな。バルコニーの方かな。レナ、どうしたの？少しお話がしたいんです。ちょっと降りてきていただけませんか？今行くよ。すみません。別にそんな小さく話さなくてもよくない？別別に寝なきゃいけないっていう義務があるわけじゃないんだから。あれ、村長様はどこに行ったんだろう。レナ、びっくりマークあっちにある。てかなんで勝手にさ行くんだよ。待っててくれよ。こんなところにいたのか。どうしたんだい、こんな夜更けに。私が行くって言ったらお母さんすごく驚いてました。そうだろうね。ダメだって。何も言いませんでした。でもしばらくしたら村長様が来て。そう、クロードさん、私あなたと一緒に行きたいのには訳があるんです。訳？どういうことだい？私のお母さん、本当のお母さんじゃないんです。お母さんも村長様も私が知らないと思ってるみたいですけど、前に2人が話しているのを聞いたことがあるから。あ、お父さん亡くなった時だ。そうだ、思い出した。私はどうすればいいと言うんですか。そんな大声を出してレナに聞かれたらどうするんじゃ。あの子なら父親の死に泣きつかれて寝ています。ショックを受けているのはお前さんも同じじゃ。母親のお前が落ち着かんでどうする。落ち着いてなんかいられません。だってあの人が死んでしまったんですよ。ウェスタ、あの人がいなければ私はまだ行ってないんです。あの人がいなければ一人で言わなければいけないんですよ。あの子にあなたは本当の子供じゃないって。ペンダントなんて捨ててしまえばよかった。本当の親の印がなければあの子は私だけの娘だったのに。本当のお母さんを探したいのかい？わかりません。手がかりはこのペンダントだけですし、でもこのペンダントを持たせてくれたということは、私を産んでくれた人は少なくとも私を愛してくれていたと思うんです。今のお母さんはどうなるんだい？君を愛して慈しみ育ててくれたウエスタお母さんの気持ちは。産みの親、育ての親、温めの親、親はそれぞれいていいものだ。私、お母さんのこと大好き。私のお母さんはたった一人、ウエスタお母さんだけです。だったらなぜ私が何者なのか、それが知りたいんです。どこで生まれ、どうしてシンゴの森にいたのか、なぜ不思議な力を持っているのか、そして私を産んでくれた人はどうしているのか、それを知りたいんです。私はあなたと行きます。ここを離れるためではなく、再び戻ってくるために。もう夜も遅いですね。変な話をしてすみませんでした。いや、おやすみなさい。早っクロードさん、レナのことよろしくお願いします。はい、道中気をつけるんじゃぞ。大丈夫です、クロードさんが一緒なんだから。そうじゃな。レナ、お母さん心配しないで。私は必ず戻ってくるから。ただいまを言うために行ってきますを言うの。ええ、そうね。レナお姉ちゃん、早く帰ってきてね。ありがとうルシオ、いい子にしてるのよ。うん。ほら、クロードさんが待ちくたびれておるぞ。早めにクロスについておきたいんじゃろ。もう行かないとな。クロス城のクロス王に会えばいいんですよね。そうです。私の紹介状を見せれば信用してもらえるでしょう。最新の情報も手に入ると思います。大丈夫、クロスの王様なら私も知ってますから。王様が一平民を知ってるなんて意外に気さくだな。行こうレナ。行ってきます、お母さん。行ってらっしゃいレナ。クロードさん、よろしくお願いします。はい、出発しよう。じゃあクロスの城に向かうところで敵が結構来てるけど、一旦ここで終了したいと思います。ちょっと体験版なんでどこまでできるかわかんないですけど、なんかすぐ終わっちゃうようだったらちょっとくっつけちゃいましょう。お、なんか気をつけなきゃ。気をつけろ。チェインバトルになった。エネミーリンク、線でつながってる時はエネミーリンク中です。こいつら倒してじゃあ終わるか。なんかボーナスがつくって書いてあったね。で、おお、獲得量 1.5 ブレイク。これやってさ、そう、空破山近距離で打つと周りに衝撃波が発生する。ちょっとだけ掴んできた。レナがレベルアップしたというところで、じゃあ終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。